私、パオナイのビドウ・グラヘルドです。今回は鏡を使ってみました。サオガウレイの写真をどうぞご覧ください。姿見です。通常、立て置き3枚で間に合うと思います。横置き4枚でも良いと思います。壁面のディスプレイを兼ねるなら可能な範囲で無理なくどうぞ。ポイントは固定です。だるま画鋲を使います。しっかり緻密にセットすれば安定した状態を維持できます。側面からの写真でご理解いただけると思います。次は万華鏡です。万華鏡というよりは万華鏡でしょうか。すでに筒です。不安定ですがクリップを使って固定しています。A4 サイズの鏡を使います。覗くというよりは両目でしっかり干渉できます。これを2段にすると大味ですがいける。3段にすると価値あり。いかがですか？次回はバスケットボール好きのルームバスケットゴールネットを作ってみたいと思います。ミニバスケットとマイクロバスケットが一緒にできてしまいます。デスコ風に万華鏡のマウビーで本日は終了です。